よどんよどんよどん。フロさん、立ち見からお帰りください。申し訳ありません、ありがとうございます。車の通り多いで、あ、風のね、音ルシュアさん、超美人さん、イギリさん、ライブンさん、アライさん、タンタさん、ノイズ怖い、ルシュアさん、そう、30分枠だから、そうだ、この枠は固定は割愛させてください。 OK、 固定は割愛させてください。93番さん、こんばんは。よし、そしたら大関に戻りましょう風強いよね、電波悪くて風も強いし、申し訳ありません。これ固定は割愛させてください。はい、こんばんは、来てありがとうございます。音すごいでしょ、音ダイエットにはなるよ。生活道路ではありません。生活道路はこのもう一本一応リテンションとかもありますね。シップゴンダさん、シップゴンダさん、寒い河川敷で風がつきなくて違うんだけど、あれ、カンカンの音何なんだろう。カンカンの音、もう一度カンカンの音をさ確認しに行こう。風の音すごいよね。翔平さん、お帰りなさい。いや、何これ、今日年取ったわ。お誕生日ですか、おめでとうございます。一段とセクシーなダンディーな男性に、今年もさらにダンディーさん。ノイズまた来てる、カンカンの音全員聞こえる。小手花を活躍させてください。今ボヨミちゃんしまいました。ダンディーな翔平さん、皆さんお会いしたい。できそうです。ずら飛ばされないように、ありがとう。いえ、こちらこそ。あ、 PM に出こうかもしれない。口以外かする、喉以外かするのあれ、相当しないんだが、あ、これだ、事故したんだ、ここで。これじゃない、これだ、この草が当たる音だ。首つった人が柱の欄干に当たる音、そんな音すんの。ここで事故はしてるみたいだけど、ここで事故は厳しいな。ここで事故したら厳しい、どこの場所でも厳しいけど、ここはさらに厳しい気するな。草なんか残った、そんなことある？ここ渡るか。車だ。結構車多いな。渡りますか。また変な声聞こえた？私引かれたくない。もうやだな、いいよ、もう。でもやだ、怖い。ご電話ありがとうございます。おまじない、カマボイス、異次元が重なった。ボレーアンドソウル、寒い。あれ、なんだろう、車かな。爆弾はまだしてない。ちょっとライト消すね。ヘルメットし大変。11541じゃない、それ。11451よ、何それ。また声した。爆弾どこでする。寒いのに頑張るね。いやいや、リスナーさんのおかげじゃないですか、これは。11
114514、何それ114514、どういう意味ですか、どういうこと、何かのあれ書いてありました、あ、シャミさん、え、何114514って何、何の番号、道の駅、人歩いてた、あ、携帯の番号810、よくわからないな、いや、先行こう、家が建つ、あ、そういうこと、人いた、人いないよ、数字わからない、知らない、宝石の方にね、この先さ少し歩いてみようか、おねえ出没、金本食いたのに行く行く、陰夢、何それ陰夢、あれ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 、戦畑先輩ですか、戦畑先輩にはねお世話になりました、戦畑先輩にはね目撃者を探しています、頭痛くなる、もうお薬飲んだ、あ、鎮痛剤飲んだので頭の痛みはね収まりましたけど、スラムダンク残りタイプ、そう、お姉のね心霊図鑑にね出てるんですよ、ここ今画面に向けて除霊いたしました、ありがとうございます、ホエムビバイク大丈夫だと思うんだけど、バイク直りましたよ、バイクおかげさまで、先輩、そう、戦畑先輩、車に気をつけます、ありがとうございます、すいません、なんか心配してたんだけど、渡りましょう、セデス聞いてきた、そうそうそう、アクエリアスのお御霊市に対してユウちゃんのおかげ、そう、ユウちゃんのおかげですし、まあ、リスナーさんのおかげですよね、ユウちゃんも含めてリスナーさん全員のおかげです、よし、え、何歩けないのこれ、やだ、歩けないのここ、何、なんで行けないの、ここ歩けないの、歩けないの、ある、ダメなのこれ、これ歩きもダメなのこれ、この先、これ歩道、ミンチロードなんだがこれ、あ、信号だ、渡るか、いやん、あ、セブンイレブンの車だ、驚いた、あ、何、こう、左側歩けと、障害を乗り越える、看板ないからいい、わからない、よし、左側、車、セブンイレブンの車怖いじゃない、だってセブンで書いてあるんだ、車に予期せぬ車じゃない、だから驚いた、ごめんなさい、にゃーん、トラック、だってセブンイレブンのトラックなんてさ想像してないじゃない、怖くないですか、乗用車ならわかるけどさ、セブンで書いてあるんでわからない、怖いよ、だってそんな車さあ、そう考えてないもの、ローソンな、ローソンも怖いけど、ノイズひどくなる、ねえ、ミンチロードなんだかこれ、この道、いやん、主ガチカマ、主、私ガチカマ、ガチカマだよ、ガチゲイだよ、カミングアウト済みです、大関に戻ろう、いやん、ミンチロード、え、これガチのミンチロードじゃん、これ、え、これ歩いていけないの、これだって右側ダメなんでしょ、左側、これ本気のミンチロードだよ、左側歩けって言うんでしょ、これ歩けないじゃない、これしかもトラック多いし、無理、あけぼのとバルト、どちらも私はあれ、遠藤派、遠藤好き、この時間に車通る多いね、防寒着、ワークマンですよ、ワークマンの防寒着、これすごくいい、このワークマンのイージス、まあこれはいい値段の以上のお買い得ですね、これはドライバーの方驚くよね、わかります、ライト消しますよ、明るいんで、話すって、石浦、ああ好き好き、お相撲さんの石浦でしょ、大好き、遠藤肖像にも違います、ワークマンの防寒、ワークマンね、めちゃくちゃ暖かい、ワークマン、もうワークマンいい、ワークマン大好き、一昔のワークマンとは比べ物になりませんね、防寒着は、ワークマンは力に入れようが半端ない、ここ最近いいですよ、小腹すいた、釜の積みでできちゃう
歩く歩く、きっとイケメンなのに残念だよねって言われてる。何その方、怖くはねよ。ミンチロード、ミンチロードは危ない道、ミンチになっちゃう。パネトーネとシュートレ、ああれか、食べ物かご飯か、ワークマンで男飾り、ほうやっとる、ほうほうほい、そうそう、関取の YouTube したでしょ、お相撲さん好きだからさ、のんけくんのね、のんけくんのお相撲さんいらしたらぜひあのコメントください。そう、上下で6900円だよね確か。ゆで卵が目の前にある男の時、何それ、バケた中出たところ行こうか。あん、信号、危ない危ない、めっちゃ安いでしょ、いいワーフの、あ、そういうこと、発泡したらクリスマス何してんだよ、わらわら、あ、サンタと掘り合うのかよ、うん、掘り合わないよ、護衛艦いいです、114514ね、もう一旦落ち着こうか、座りたい。関取動画見たときすぐ私思い出した、好きだからね関取、レスラーも好きだしお相撲さんも好きだし、安いでしょ森進さん。ここでバケたんね、下赤出たんだよ、赤出たの久しぶりじゃないですか、数ヶ月ぶりじゃないですか、ここでバケたんだから半年ぶりじゃないよね。でリスナーさんね、初見さんもさ、なかなかねバケたん赤出てくれなくてさ、厳しいのよね、厳しめなのよねこのバケタン最近。えサンタならゲッティさんの配信者って言った、サンタさん、サンタさんなんですか、サンタさんじゃないんじゃないかな、サンタさんな、サンタさんの人なんですか、ちょっと顔見せて、顔出しはねしてないんですけどね。ここはねだからこの流れ着くらしいですよ、亡くなられた方に、この利根大関に流れ着くらしくて、その方たちの霊が出るとか出ないとかの噂のある場所なんだけど、これが利根大関なんですよね。ここでバケタンしたらね、お相撲さん筋肉、そう筋肉好き、また出るかな。最近バケタン緑と青のみでしたね。おかん怖くてケーキ食べられない、本当食べちゃうかな、ハート、何このハート、かわいい、イケメンですか。あー、ここは全然声二重になりません、嘘、本当、あー大関の電池の下の写真 OK、 お相撲さんレスラー木こり漁師、そうお姉の心霊使いに出てる場所、そうこの辺りじゃないかな、ここね今工事中に立ち入り禁止なんですよ、もしかしたらこの先かもしれない、あの本当に大関の下かもしれない。荒川の赤水門はまだです、ありません。ゆで卵地名で言うとこれは埼玉県の、なんだろう、埼玉県になりますね。もう一度マーケット平和おやつ、フォロー参加ありがとうございます。おやつあるよ、3時のおやつありますよ、どこだろう、であこれか、ここか、電柱のこのあれ街灯の下、これか、ここですね、少々お待ちください、写真撮ります。お姉の心霊図があるんですよ、私は全然、私とは全然関係ないんですけど、お姉の方がされてるね心霊図があるんですよ。あ、写真ね、ポティッ、よし、いやん、なんでボヨミちゃん爆出たんだけど今、うん、あえ、なんでなんでボヨミちゃん、なんで写真カメラ起動するとボヨミちゃん出るんだ、え、びっくりした、バグだ、 iPhone のバグじゃないけどアプリのバグなのかな、ボヨミちゃん入れると出るみたいね声が、あ、ボヨミちゃんじゃなくてカメラ起動すると、ちょっと少々待って、写真ちょっとゆっくりさせ、ちょっと少しだけ休むか、ちょっとだけ5分ぐらいちょっと休憩させてください、すいません。おかまやん、おかまですよ、私ガチかまですよ、申し訳ありません、ガチかまで、生まれも育ちもね、老後もガチかまなんで、ボヨミちゃんか、あ、写真ツイートするのか、ボヨミたまげかるかま、あの私あれ見たよ、あの同じ組合員の方の配信とうとう見ちゃいました、すごいね、あれ私黄色の写真ツイートしたかな、どんな男性、
プラスマイナスのね、岩橋さんとかね、プロレスラーならね、中西学さんとか佐々木健介さんとか、いつから意識、あ、もう生まれたとこも、だから物心ついた頃からもう、あの小学生がもう幼稚園の頃からですよ。だからバケタンして赤出たんで写真、佐川男子も好きよ。釜否定した頃が面白い。でも私の配信終始いつもつまらないよ。ちょっと少々待ってください。今写真ツイートしちゃうんで。とね、大関近くの東雨付近、バケタンキ、手がかじかんで。よし、ツイート完了。黒猫男子も好きよ。今ツイート中だから少々お待ちください。奥から見られてる気配、ゴリラ系、そう、新編にも目覚めてないよ。新日、あー、僕にはないです。野獣先輩、野獣先輩何、メゾンド卑弥呼見てない映画。へえ、大人ってノーマルなんだ。あ、そういうのもあるんだね。倍なんじゃない、もしかして。あ、ツイートしたよ今。あ、そうだ、あのこの写真のあれだ、大関のあのこれだ、街灯、とね、大関の街灯、よし、トンネルでバケたん、黒猫はおっさんしか来ない、ここでバケたん、ごめんなさいね、今ね、あれしてましたね、今ツイートしてましたのでコメント読めませんでした。ここはでも2時か、わ、早いな、もう2時になるんだ。よし、来た。あ、フォロー参加ありがとうございます。あとコメント読めなくて申し訳ありません、今作業してます。ここで爆弾する？ここで爆弾する？寒いけど大丈夫ですよ。アルソクの男子もムキムキ好きですよ。ゴリラ系好きです。クマさんみたいな感じ。類人猿系とあのクマさん系が好きです。よし、じゃあ次爆弾、爆弾。でもあと20分あるもんね。よし、牛飯そきか。じゃあ。本物のクマは苦手だけど。熊のプーさん好き。でも例の私もね、トンネルの中は例の気配感じないんですけど、リスナーさんもしかしたら感じるのは、ちょっと口は悪口、何あの何か、熊さん類人猿、3分ぐらいがよく出る、2時3分、フォロー参加ありがとうございます。つまりさ、宮崎、あ、検索してみます。トンネルもノイズ、そう、類人猿系好きですね。ツンツン男は特には、田中ペロナさん、宇田さん、長澤さん、坂田さん、よし、車は通るんですね。これ結構思いのほか車の通りが多くて、この時間帯でも、うん、エテコ好きなゼテコ、宮崎プーさんつながり、鼻より歯が前に出てそう。ああ、その私の好きなタイプ、あ、それもあるかもしれない。ここで爆弾してみようか。じゃあ中で爆弾して、ここ冷凍ではないね、私もなんかそんな気しないんだけど、でもそれでも爆弾して、隣の席、よし、じゃあとりあえずここで爆弾してみるか。ほほ、あ、今井さん好きよ、そうそんな感じ。爆弾します。その前に棒読みちゃんを音を消して、トンネル安心する。バケタン起動しました。よし、赤恋かで、棒読みちゃんを消して、よし、これ初見さんもしいらっしゃったら、これね、 iPhone のアプリなんですが、幽霊探知機バケタンと言います。
エテコ、エテコってなんですか。サンコンさん好きよ。赤希望、黄色、鬼、鬼いる。これあの iPhone ニコニコ生放送アプリだとこれピンボケするんですよね。これフォーカス合わない。いつか改善されるかな。アプリピンボケしてますよね。これ山下清志も好き、好きよ。若い頃ねピンボケしてますよね。これ自動で直んないんだな。これオートフォーカスないみたい。画面押しても変わんない。長押しでも変わらないな。よし、またノイズきた。幽霊探知ポティ絶叫こい。黄色の文字見えにくいよね。そうですよね、申し訳ないです。いきます。あ、うわ雰囲気はあるんだかね。真ん中に合わせるか。ここでバケ出してみるか。うわすっごい雰囲気ある。いきます。あーいきます。ポティッとな。あ、左の安全が青になります。あ、左の青ね、安全って書いてあります。右がね、右の赤のところに危険と書いてあります。ピンボケしてますが、いきます。ポティッとな。ピュッ、あれあれ音出てない。いやーなんだー、音出てなかったけど、まさかの黄色だ。え、ここさ、もうさおかしいよねこれちょ待てよ。ちょスクショする。で写真撮る。化けたんで黄色出たんだが、フラッシュオンにします。怨念が怨念騒ぐから、ちょっと今ツイートするから待っててね。化けたんで、あのスクショしたあのここの写真今ツイートします。あのもしよろしければフォローバーするので、あのフォローください。この写真とこの写真か、追加する、フォローしますのでね、もしよろしければフォローバーください。とね、大関のトンネル、近くのトンネルでバケタン黄色かっこ2回目かっこ2回目。頭痛いよ。薬飲んだのにさ頭痛くなってきちゃった。また生理かな。投稿しました。今ツイート投稿しました。今ツイートしました。今ツイート中です。あ、制限来てるので、あの時間かかるんで申し訳ありません。ツイートできた。なんか止まってるな。制限来てるからかな。お尻貸す？お尻何？いらない。何何何？お尻？よし、オッケー。ツイートできたね。オッケー。ツイートできた。それじゃボヨミちゃん入れる。ねえ、なんでキラ？立ち見、もしかして立ち見出てますか？リスナーさん。立ち見のリスナーさん、すいません。放送込み更新中。固まってる。お茶業へ。女の子？ヌコ出るかな？ヌコ、さっきヌコ出たみたいだよ。フォロー参加ありがとうございます。よし。あ、いいね、ありがとうございます。あの、ツイート。よし。こんな感じ。強風だから、今日、いやー、風は関係ないと思いたいんだけど。いいね、ありがとうございます。皆さんどうです？感じます？このトンネル。
結構私バケタン信じちゃってるところあるから、バケタンでどんなに怖いところでもバケタンで青出れば安心するし、調子いいのかな。あ、磁場で影響する可能性も、あ、幽霊の敵の何かがいることかもしれません。止まれ、磁場と幽霊は関係あるという。ほう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 、めっちゃ怖い。あ、パイリアさんどうもありがとうございます。アトイートのお気に入りかな。草むしりして、あ、肩痛い、疲れた。しば漬け食べたい、しば漬け食べたい。ついてきてるのかな、肩痛いんだよな。これ歩いてみる、これ右に行けるみたいよ。玉のランニング太っちゃう。 あれは私はないよ、玉のランニングさんはないです。あ、しば漬け食べたい。あ、お関銀行さんありがとうございます。リツイート、リツイートか。異世界に迷い込む、いやん、あ、やだ、車か。なんかこの道怖いんだか。反対側、ニッシーさん630パンツはおんぶしてる。浅漬けね、私さ浅漬けさ今日用意してないんですよ。浅漬けいつも心霊スポットで浅漬けつけてるんだけど、ごめんなさい、浅漬け今日は忘れちゃいました。何もないか。この先は住宅街になるのかな。もう今回はね、すいません、浅漬けはなしです。今夜は忘れました、浅漬け準備。この道は大丈夫、男持ってる、誰でしたっけ浅漬けの人、もう分かんない。浅漬け食べたい。浅漬けなしです今回は。おお、いいね、ありがとうございます。タカさん、あ、フォロー参加ありがとうございます。まさかのバケタンで黄色出るとは思いませんでした。絶好調ですね今回、絶好調、絶好調も絶好調。山口美恵、山口美恵さん、やだ、びっくりした、何もなかった。何かあるかと思う、何もない。このここだけなんだって色が違うんだもん、ここだけ白いラインがなんかはげてるんだもん、ここだけなんか白い黒い影に見えたけど影じゃなくてアスファルトでした。ここだけだってここはげてるから色が、もう怖いじゃない。僕私も驚きました。山口美恵さん、自殺は黒木、黒木かおる、黒木かおるさん、自殺わからない、有名な方、意味わからない、私も意味わからないけど、よし。